撮影用ケーブルを統廃合したらシンプルになって、これはいいねと思って、早速使ってみたのですが、思わぬ不具合が出てしまいました。最初は、こんなケーブル構成だったのを ST4 ケーブル廃止と、撮影カメラの USB ハブ化したのですが、USB ハブで問題発生です。再現テストやってみます。ファインダーと撮影カメラで風景映してます。ファインダーは、撮影カメラから分岐です。この状態で、ファインダーの USB を抜きます。撮影カメラは正常に撮影を続けています。ファインダーをガイドスコープに交換して、ガイドスコープに USB を接続します。撮影カメラが停止しました。Camera disconnected. Camera connected. 撮影カメラを切断し、再接続すると、APT が異常終了しました。Camera connected. APT を再起動すると、正常に撮影できています。ガイドスコープも正常に動作しています。再起動すれば正常に動作しますが、切り替え時に不具合が起きます。もう一度やってみます。ガイドスコープの USB を抜きました。ファインダーに USB を挿しました。Camera disconnected. Camera connected. APT でカメラを切断し、再接続すると異常終了します。Camera connected. APT を再起動すると正常に撮影できます。必ず再現します。この不具合が起きると、カメラの冷却が中断され、再冷却すると、最初うまく冷却できずにタイムアウトしちゃいます。最初ファインダーを使って、ガイドスコープに換装する運用なので、この不具合は無視できません。以前のケーブルに戻して、パソコンの手前で USB ハブを使ってみました。撮影カメラのハブを使わず、別のハブを使った構成です。先ほどと同じように、撮影カメラとファインダーを接続してます。ファインダーの USB を抜きます。
ガイドスコープを接続しました。撮影カメラ、ガイドスコープとも正常に動作しています。この不具合は、撮影カメラのハブを使った場合だけ発生するようです。もう一度、ガイドスコープをファインダーに交換してみます。外付け USB ハブだと不具合は起きません。というわけで、統廃合してすっきりしたケーブルでしたが、私の運用方法では許容できない不具合が発生したので、撮影カメラの USB ハブは使わないようにします。撮影中に接続機器を変更しない場合は使えると思いますが、私の場合はガイドスコープに干渉するのでダメってことです。結局 SP4 ケーブルを廃止しただけですね。音声合成は、ボイスボッツ、九州空が担当しました。